やー、調子いいね。カブスコンビなんで前ではめるか打ち込むしかないね。勝てるか分かんないんですけどね、監督も弱くて。勝てたら50コインもらえる、でかい。今スキトル良いコインが欲しい。ついに開幕を迎えたこの大会、強力なライバルを退け勝利を手にすることはできるのか、注目の一戦です。舞台はインテルのホーム、ジュゼッペメアッツァで行われます。他の偉大な選手の名前を持ち、90年以上の歴史を誇るこのスタジアムでサポーターに勝利を届けることはできるのでしょうか。この時間はインテル対パレルモ、こちらをご覧いただきます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。このハイレベルな両チームの対戦、目の離せない90分間になりそうです。やはりこういう豪華な試合はこちらもワクワクしますよね。楽しみですよね。そうですね。さあ、一気にカウンター。ここで丁寧にボールを扱う。さて北澤さん、この試合で気になる選手がいたら誰でしょう、教えてください。バレラですよね。彼は中盤での粘り強い守備というのが特徴なんですけど、それだけじゃなくてパスを散らすこともできますし、フィニッシュまで持っていけるシュート技術もあるんですよね。現代サッカーでは中盤の選手のタスクというのが非常に増えてますけど、ここまで高いレベルでこなせる選手というのはなかなかいないですよね。なるほど、そのあたりも注目しつつ今日の試合見てまいりましょう。一瞬のクリアですよね。バレッラからドゥンフリース、このボールはバレッラへ。いい展開ですね。クロスを上げる。アスラニ、インターセプトを狙う。裏のスペースを狙う。バストーニ、このボールをカットします。さあ、シュートまでいけるか。裏へのスルーパス。さあ、カウンターのチャンスになります。ルカク、まあ落ち着いた試合の入りですよね。まだ両チームともシュートもありませんから、どっちが先に攻撃のスイッチを入れてくるのか注目ですよね。ボールはクリアやべえ、落ちた。パレルもカウンターを仕掛けていきます。ルイス・アルベルト、バストーニ、このボールをカットします。ニコロ・バレルラ、アスラニ、ムシタリア、攻めの姿勢です。コース空いた、上げる。アレルモはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。さあ、カウンタースピードを上げたいところ。このボール奪いに行きます。チャルハノールからアルナウトビッチ、
ジエリンスキ。危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。ニコロ・バレッラ、サイドへ。いや、これはカウンターのチャンスですね。アルナウトビッチ、ルカク、ルカクから鎌田、素早いアプローチです。さらにいった、ゾマーのセーブ。アスラニ、トゥラムへ。さあカウンターだ。ニコロ・バレッラへ。裏へ出るか。これ中入ってこい。デカブツ、ムヒタリアン、チョンで合わせる。ムヒタリアンからのボール、ボールはクリア。これはクリア。シャルファノール、ボール入るか。ボールを出した。さあクラム、スルーパスを出す。ここからカウンター早いですよ。ルカクへ、ジエリンスキ、デフライ、ここはカットします。さあアルナウトビッチ、いやートロイ、鎌田へ。ルカクへ。前半40分を過ぎました。インテル、カウンターを仕掛けます。苦しいぜ。ここは対応します。さあテュラム、あーごめん、いい裏の手だった。さあここでカウンター、ハバール、奪いに行きます。ムヒタリアンへ。バレッラからムヒタリアン、ポールのここのパス、シュート、決まった。先制インテル、素晴らしい。おっと、これは試合を止める笛のようです。前半から得点が動いています。インテル先制して前半を折り返します。いい前半でしたね。一番でシンプルにボールを回しながらチャンスを作ってましたね。インテル対パレルモ、インテルが1点先制して前半を折り返します。では後半見ていきましょう。インテルとしてはリードはしてますけど、後半に入って流れが変わるってこともありますからね。立ち上がりは、いや、いいパス、いや、追加点、インテル大きな追加点。できればリタイアしてほしい。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。アルナウトビッチ、これ危ない。さらに来る、詰めてきた。オッケー、追加点、インテル。緊張でかいとね。これで点差は3点です。キーパーの弾いたボール、うまく詰めました。今のはこぼれてくるのを狙ってましたかね。次のプレーを予測した見事なゴールですよね。さあインテル、3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。アスラニ、インテルがこのセカンドハーフの序盤3点差でリードをしているんですが、この後どうご覧になりますか。もう3-0ですからね、リスクは犯さなくていいと思うんですよね。立ち上がりの様子を見て相手に対応していく形でいいと思いますけどもね。ニコロ・バレッラ、これは合いません。やべやべ、スペースを使う、抜けた。どうだこのシュート、オッケーオッケー、ゾマない。これはキーパーがいい反応でした。奪ってからすごい攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。真ん中空いた。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、シュート、いや決めてほしい。これはもったいない場面でした。いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。ここパスは足が入るんで、ああいうのバンバンやっていこう。
で、その横パスをケアするようになったら、まあ、ドリブル鎌田からアルナウトビッチスペースに出す、チャンス来た、クロスを折り返す、おっとシュートゲットパレルモ、さあ追いつくことができるのか、あと2点で同点です。アルナウトビッチ、キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。あれはさすがに取れないですよね。落ち着いてきっちり決めたいいシュートですよね。交代を少なくね、誰出すの、あ、マルティネス、サンチェスですよ、次だよな。Sostituzione per l'Inter. Numero 9. 両チーム同じタイミングで動いてきます。さあパレルモあと2点というところまで来ています。このディフェンス、ここは繋がりません。大きく蹴り出します。ここは読んでいました。ペドロからピナモンティ、スペースを狙った、縦を使います。ムヒタリアンが受ける、ムヒタリアンからフラッテージ、シュートレンジです。ステファノ選手、おこれいいですよ、ウィシュート、危ないシーンでしたがクリアの対応。いやー一個多いトラップ。さあカウンターを仕掛けます。裏を狙う、飛び出した、ここはオフサイド、シュート、いやー決めたパレルモ、スピードを負けたから、シュートさあこのゴールであと1点というところまで来ました。やば、ちょっと集中しねえと。スルーパスからのゴールでした。ラインギリギリだったでしょうか。これは際どかったですね。一瞬オフサイドかなと思ったんですけどもね、飛び出すタイミング完璧でしたよね。シュートも落ち着いてましたし、いいゴールでしたね。監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いやこの采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。さあパレルモ1点差に詰め寄りました。いや非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。デフライ彼に合わせてくると見ていいでしょうかね。はい、このストロングポイントは生かしてくるでしょうね。これは繋がりませんでした。インテルとしては今のはいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てますよね。起きましたよ。残り10分です。裏へ出るか、インターセプト、いやそれボールが上がる、いや立って危な危な、ステファノ選手、アスラニ、アルナウトビッチからフラッテージ、いや苦しい。インテルとしてはそろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり試合を締めたいですよね。フラッテージからムヒタリアン、ここで丁寧にコントロール、
インテルとしてはこのまま終わりたいところですよね。はい、ゲームの締め方大事になってきますよね。失われ方しないように前線が働いて、ナイス、これでセリエ勝てる。いや惜しい。ディロレンツ、さあ一気にカウンター。ボールのこのパス、アスラニ、このボールはムシタリアンへ、スペースへ、さあフリーだ。いやヒールパスがないか、ヒールパス。さあペドロ、さあ、はい、ラウタロ・マルティネス、スペースを狙った、コース空いた、シュート、やめてー、危ねえ、危ねえ、このタイミングで長い笛、最後は同点弾ならず、3対2。セリアイベントのために誰かとってもありだな。50ポイントゲットでしょ。お相手さんは、あ、でもサバカかな。でこっからスキルトレーニングだから、まあ正直今のレベルだと取らなくてもいいんだけどね。勝てるんだったら勝ちに行きたい。つかり合うこのゲームです。この時間はインテル対インテル、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今日のゲームの舞台はロンバルディア州ミラノにありますジュゼッペメアッツァ。インテルのホームゲームです。収容人数8万のこのスタジアムはインテリスタの熱気に包まれています。バレンラ、ポスト左をかすめていきました。素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。決定力が意外と低いか。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。これは繋がりません。自分で持っていくか、どうだ、微妙なところ、どっちだ、これワンチャンね。いやこれはそこですよ。このフリーキックは、あー、オッケー、開始早々フリーキックのチャンス、今日最初のチャンスです。そうですね、まずは注目ですね。壁いじるやつは飛ばねえんだ。直接ニコロ・バレッリ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。バストーニ、さあ北澤さん、今日のゲーム注目選手は誰でしょう。そうですね、ラウタロ・マルティネスですよね。裏に抜け出すうまさ、バイタルエリアでのボール扱い、フィニッシュの精度まで、どれを取ってもクオリティが高いですよね。背が高いわけじゃないんですけど、ヘディングでも点が取れてるっていうところに彼のうまさが現れてるんじゃないでしょうかね。やっぱり彼にボールを集めていく感じになるのかなと思いますけどもね。なるほど、これは相手がどのように対応するかというところも見どころですね。仕掛けるタイミングを図る、いやしっかり寄せてますよね。テュラム、フェデリコ・ディマルコ、これは合いません。いやー危ねえ、あー危ねえ。さあインテルボールです。セーフティー、あー、ミスキックのあれ、いや
さあ前半中盤に差し掛かる時間帯、スコアは0対0です。マルクス・テュラム、リマルコ、ここはカットします。ニコロ・バレッラ、奪い返します。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。サルハノール、ニコロ・バレッラへ、ムヒタリアンが受ける。ムヒタリアン、バレッラからムヒタリアン、浮き球を使う。クバラツエリアからオシムヘン、これはオフサイド。1点取りたいな。時間も結構、イベント終了まであとちょっとだから、さっさとね。ニコロ・バレッラ、対応してくれる。ここは奪います。いやなんで固まる。右サイドへ振ってしっかり裏切らして、さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。ムヒタリア、さあカウンターを仕掛けます。デフライ、ここは読んでいました。そう、あんま見ないで。フェデリコ・ディマルコ、裏へのスルーパス、これを奪います。あ、これファウル、取らないですか、レフリー。さあムヒタリアン、フェデリコ・ディマルコ、裏へ出るか、どうだ、さあチャンス、カバール、これはいいプレー。あとスペースに出す、止めた。ここはクリア、落ち着かせます。ニコロ・バレッラ、さあ一気にカウンター、インターセプトを狙う。サルハノール、ニコロ・バレッラ、速いパス回し。前半31分です。フェデリコ・ディマルコ、さあチェルハノール、スペースを狙った。クバラツェリア、シュート、スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね、チャンスありますよね。クバラツェリア、ドリブルうまいですよね。そうですね、個人で1枚剥がせるのは相手にしてみれば怖いですよね。バストーニ、ここは抜かせません。さあカウンターだ。クバラツェリアからのスルーパス、カットされます。いやそれちょっと、ディマルコ、このボールに触ります。今日のゲームまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。ここは繋がりません。チャルハノールへ、このボール奪いに行きます。チャルハノール、インテとしてはなかなかいい形が作れませんよね。さあラウタロ・マルティネス、オシムヘンへ、狙った、ゾマーのセーブ。コスタクルタ、サルハノール、シュート、やばい、いやよく反応しましたね。いや見せてくれましたよね。この重要な試合で大きなセーブになりましたよね。奪います。ここで前半の45分が終了しました。もうちょっとこねるやつ欲しいな。前半0対0。さて北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。インテルとしては序盤からシュートまで持っていく形ができていましたし、いい試合の入り方ができたと思いますね。まあ、ですから後半の立ち上がりなんかも何か仕掛けてくるかもしれませんね。インテル対インテル、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。セカンドハーフ、シュート、ゾマーのセーブ、オシムヘ、今の飛び出しのタイミングいいんじゃないでしょうかね。これを繰り返すことが大事ですよね。よっしゃ、オシムヘンからクバラツェリア、一気に前線にボールを送る。クバラツェリア抜けてくる、クバラツェリア、クバラツェリアか、シュート、反応セーブ、来た、押し込んでくる、わずかに右へ逸れました。思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。ブラマジ、コスタクルタ
ムヒタリアトントンと呼んでいた。ムヒタリアン抜きに行くか。いやクロベル、いや今のは北澤さん、キーパー素晴らしかったですね。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。さあ繋がるか。さあ押しめへん、このボールは小原セリアへ。ディフェンスこれを読んでいた。これは合いません。シュート、よく止めた。ないですよ本当に。キーパーこれよく止めましたね。難しいボールでしたけどもね。いやよく止めましたよね。大きなピンチでしたがチームを救いました。ここはディフェンスの対応。さあ左へ預けて、アスラニ、このボールはつながりません。クバラツェリアからのボール、インテルアワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。テュラム、サルハノール、さあカウンタースピードを上げたいところ。ドゥンフリース、この試合の終盤に差し掛かりました。両チームとも攻めるシーンはあったんですけれども、なかなか得点には至らず。ボールのかこのパス、ムヒタリア、インテルはさあどのタイミングで交代のカードを切ってくるのでしょうか。そうですね、ゲーム展開的に交代難しいですかね。もし延長戦に行けば人は増えますからね。思い切った采配も見たいところですからね。クバラツェリア、おこれいいですよ。オフサイドになります。インテルが最初のメンバーチェンジを行うようです。ハバール、このボールをカットします。クラーセン、さあアルナウトビッチ、裏を狙う。インテルカウンターを仕掛けていきます。フェデリコ・ディマルコ、さあ左サイドへ。ハバール、このボールをカットします。インテルとしてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。ウバラツヘリアが上げる、カット、アレクシス・サンチェス、フラッテージ、スペースへ。この位置でボールを受けます。これはどうやらオフサイドのようです。ドゥンフリース、これ奪い、クラーセン、奪いに行きます。いやー、なんでワンタッチじゃないそれ。ここは繋がりません。弱すぎだろう。抜けた、これアウトだ。いやー、ヘッジリンキー弱、高い位置で奪ってチャンスを作りました。アルナウトビッチが体勢を崩しながらもシュートまで持っていきました。裏のスペースを狙うステファノ選手、さあクラーセン、アルナウトビッチ、インターセプト、
バストーニから左へ、これは合いません。狙えるか、シュート決めてーなー、いやー決まった、先制インテル、スーパーサブ、この時間でファーストゴールが決まりました。いや決まりましたね。アレクシス・サンチェス、チェックを受けていましたがしっかり決めてきました。相手からのプレッシャーかけられてましたけど落ち着いて決めてきましたよね。チェックを受けても簡単に奪われないテクニックが光りましたよね。いやパス精度、さあインテル貴重な先制点を決めました。プレッシャーだ、カットに行きます。インテルはこの1点差で残り時間をどのように戦うのがいいんでしょうか。まずはここでの失点は絶対に避けたい場面ですよね。決して無理をしないことが重要ですよね。時間を稼ぐ形でその都度相手に対応していくのがいいと思いますけどね。ヘディング、クリア、このピンチをなんとか出します。時間の使い方も大事になってきますよね。して、あ惜しい、ちょっと伸びてしまいました。インテルとしてはそろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり試合を締めたいですよね。これ仕掛けるか、サンチェスへのボール、いい展開ですね。低いボール、さあ左サイドへ、オシムヘンが受ける、スルーパス、いやそれはきつい、やめてやめて、マジでどうだ、シュート、あぶねえ、折り返す、あぶねえ、デフライ危ないところでしたがなんとか切り抜けます。アレクシス・サンチェス左サイド上がっていきます。アレクシス・サンチェスからクラーセン、クラーセンからアレクシス・サンチェス、ここは通しません、ね、抜ければチャンス、あ取って、オッケー、オッケー、あぶねー、1対0、見事な勝利です。そしてこの結果、条件達よし、デイコゲット、ワイドさんはどんぐらい、これさ、ディビジョン合わせてくれてるんかな、もしかしてイベントもその可能性出てきたね。よし行こう。やめてくれよマジで。うわとうとう来たわ。積んだ。これでこれでうまかったらもう何もできねえマジで。ちなみに取るかったな。190、あ、ジャンプ低すぎね。アーナートビッチ。あ、これはヘディング勝てないわけだ。サンチェス。勝てたらすごくね、これ勝てたらすげえわ。強力なライバルが集うこのコンペティション、今日のゲームではどんな素晴らしいプレーが見られるのでしょうか。世界が注目する一戦です。この時間はインテル対インテル、こちらの一戦をお届けいたします。今日のゲームの舞台はロンバルディア州ミラノにありますジュゼッペ・メアッツァ、インテルのホームゲームです。収容人数8万のこのスタジアムはインテリスタの熱気に包まれています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。こん
か。いやそれ取らないか。さあファーストハーフ見ていきましょう。まあ相手のペースにはしたくないですからね、はい、90分通した戦い方を考えているとは思いますけどね。このキックオフ直後でつまずくとこの後も厳しくなりますからね。特に気をつけたいですね。そうですね。まず立ち上がりを迎えます。いや振りてるぜ。インテルカウンターを仕掛けます。インターセプトを狙う。落としてでナイスラ抜け。今日はスタメン入りを果たしています。北澤さんどのあたりに期待されているんでしょうか。ドリブル終わってた、ね、フィジカルの強さもありますし読みの良さもありますよね。相手のフォワードも手強いと思うんですけど数的優位を作りながらシュートゴール。インテル、インテル相手に先にゴールを決めました。これは見事なカウンターが決まりました、はい、北澤さんどうご覧になりますか。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。ナイスナイス。これ抜けて、さあインテルこの立ち上がりに失点と。北澤さんいかがご覧になりますか。いや強豪同士いきなりスコアが動くゲームになりましたよね。失点した方は追加点さえ与えなければまだ序盤なのでいくらでも立て直しは効きますよね。そうですね。さあカウンターを仕掛けます。いいパス、ニコロ・バレッラで真ん中がまた開く。裏を狙っていきます。いい位置に入って入り込んでくれ。ここここは繋がりますね。インテルは現在1点差でリードされているもポゼッションでは相手を上回っている状況です。まあ一つ言えるのはフィニッシュの精度がポイントになってくると思いますね。前半の中盤という時間帯を考えてじっくりいってると思うのであと一つを押し込みたいところですよね。来た来た来た、慎重慎重と呼んでいた。シェフチェンコが受ける。さあレオンスルーパスを出す。さあ抜けた、早っ、危ねー、出して、出して。アルナウトビッチ、ここは奪います。サルハノール、コンピューターのね。インテルとしてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくり行くことが大事ですよね。ニコロ・バレッラへパスの交換。来た、いた。組み立てながら攻め上がっていく。うわ、優秀すぎるわあれ。AI が反応してたぞ。あそこ。シェフチェンコ。スペースへダルミアン、流れを止めます。ボールを受けてかなりプレッシャーかけてますね。アンブロジーニ、アンブロジーニからシェフチェンコ、これは合いません。チャルハノールからアルナウトビッチ、いい抜け、マルディーニ、おっとこぼれ球、さあ繋がるか。いい、あビルロ取って、前半29分が過ぎました。このボールはムヒタリアンへ。ここで丁寧にボールを扱う。ナイスシュート、オッケー、来た、追いついた。インテル、このゴールで追いつきました。いい動きだった。いやこれは素晴らしい、いい展開ですよね。耐えて、美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。ナイス、いやトロ、今日のゲーム見応えがさらに出てきました。このワールドクラスが揃ったゲームなのでずっとこのままでは終わらないですよね、はい、この後どんなプランで来るのかお互いの采配にも注目したいですよね。はい、そうですね。ダブルタッチからシュート、アレクシス・サンチェス、これはどうだ。いやジュリオ・セーザル、シュートストップ見せてくれました。よく止めましたよね。これは素晴らしい反応でしたね。アスラニ、アレクシス・サンチェス、アレクシス・サンチェス、どう入るか。これも上げてくる、外、いやこぼれ、奪い返します。アルナウトビッチ、やべここで失ったら終わる。バレッラ、勝負のシーン、アンブロジーニ、カウンターですよ。デフライ、ここはカットします。さあアルナウトビッチ、オフサイドか、オフ、オフだ、デコエなんだか右手よ、ね、43分です。で
うだ、チャンスシュート、オッケー、ゴール、ナイス、お、リタイア、リタイア、試合をひっくり返します、いった、お、これ違うか、北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたが、いかがでしょう、これは積極的な守備が効きましたよね、そこからシュートまでの流れも素晴らしかったですよね、いや、やってる、さあ、やってる、勝利に向けて一本抜け出しました、あぶねー、オッケー、前半終了です、非常に動きのあるハーフとなりました、失点の後、怒涛の攻撃、素晴らしい、さあ、前半が終わりました、前半のうち逆転ですか、いや、素晴らしかったですね、失点して火がついたんでしょうかね、選手たちの動き、逆に良くなってきましたからね、いや、これは来たっしょ、勝ってよ、ナイス、ナイス、あー、ディビさんの人ね、いや、ナイスだわ、素晴らしい。